今日の話はビッグマック高くなりすぎやろっていう、ビッグマックというか、マクドの商品自体ね、高くなりすぎやろっていう、マクドの商品どころか、食品自体全体的に高くなってますけど、さっきマクドでね、マクドの紙袋を桜のプリントがありますね。結構頻繁に変わりますよね、マクドの商品の紙袋、デザインが。ビッグマックのダブル、ミートパティが二重になってるやつと、フライドポテトの大きいやつ、飲み物は除きました。それぞれ単品でね、ビッグマックのダブルとフライドポテトの大きいやつ。ていうか、これ差額が20円ぐらいしかないんだっけ？飲み物頼んだ方がいいな。たまにそういう注文の仕方をするんですけど、ちょっと持ち運びとかの問題で、1030円になりました。フライドポテトの大きいサイズ、L サイズ、ビッグマックのダブルでね、1030円になって、これ高くなりすぎじゃねっていう。前はこれだけ頼んでも1000円超えることなかったのになって思いましたね。いや、飯が高くなるっていうことについてね、思うことだけどね。俺結構ね、ついこの間まで痩せてて、最近太ってきたタイプの人間なんですけど、やっぱり飯はぶっちゃけ高くなってもいいんじゃねえかなって思いますね。人類は食べ過ぎ、人類は肥満になりすぎなので、食べ過ぎだし、無駄なことをしすぎだし、たくさん食べたからってね、いいことないしね。アメリカなんかでもね、たくさん食べて肥満になったり、なんかすごい犯罪とかすごいあるじゃないですか。詳しくないけど、そういうのもあるに、食べ物が高騰してね、なんか俺みたいな一人暮らしのやつはね、そんなに困ることはないんじゃないかなと。結婚して子供が生まれて大変な人もいますけど、だからこれからますます、なんかこう、一人暮らしの時代になっていくんじゃないかなと。すいません、だらだら喋っちゃって、最近思うことを話していました。じゃあ。